特集です。88カ所の温泉をめぐる人気の観光イベント、別府八湯温泉道に女性限定の体験プログラムがスタートしました。目標をクリアすると別品さんの称号を獲得できるという、その名も美人温泉道です。内側から外側に、下から上に向かって、ゆっくり優しく手を動かすような感じで。美人温泉道は別府八湯温泉道名人会に所属する女性グループが考案し、先月28日からスタートしました。この日は妙盤温泉にある名湯湯屋恵比寿で美肌レッスンが開催され、参加者が講師の指導のもと、正しいクレンジングのコツや手のひらで石鹸を泡立てる洗顔の方法を学びました。下から上、内側から外側っていうのがやっぱり自宅では雑になっていたので、改めて意識できました。ゴシゴシしてしまうところがあるんですけど、でもやっぱりこう教えてもらって、やっぱちょっと違うなと思います。美人温泉道では別府八湯88カ所の温泉を巡りながら、さまざまな体験イベントに参加します。参加者はそれぞれ美肌やダイエットなどを目標に設定し、達成すると温泉名人の称号だけでなく別品さんに認定されます。女性同士でお風呂に入っている時に、結構その美容の話をよくするんですね。で、なんか美容に詳しいお友達がこうやってこういうふうにクレンジングしたらいいよとかいうのを教えてもらっているうちに、なんか他の女の子にもたくさんこういうの知ってもらったらいいよねっていうことで始めました。こちらがね、ドラゴンフルーツとかパパイヤが入ってます。こちらはバラの酵素になります。こちらは風呂上がりにおすすめの酵素ドリンク。食用のバラとフルーツが入っていて、血流が良くなり冷え性に効果があるということです。そうですよ、運動して走った。冷えとかむくみとかありますか？腰のツボどうですか？ちゃんとケアをきちんとすることっていうので、初めて1週間ぐらいで、はい、肌がちょっとやっぱり柔らかくなった感じがします、はい。イベントを企画した美人温泉道名人会は、より多くの女性が別府の温泉の魅力を知るきっかけになればと期待を高めています。いろんな温泉のことも別府温泉のことを調べたんですけれども、本当に美容にとってもいい温泉がもうほとんどもう全部美容にいいんですね。なのでその温泉にいっぱい入ってもらって、体の中と外からちゃんと綺麗になってもらいたいと思います。美と健康の追求をテーマにスタートした美人温泉道。湯の町別府でこれから何人の別品さんが誕生するのでしょうか。美人温泉道には現在37人の女性がチャレンジしているということです。参加者の意見を取り入れながら次に開催する体験イベントの内容を決めていくということだそうで、はい、そういった面でも人気を集めていきそうですね。そうですね。コマーシャルの後はこちらです。